こんにちは、ヤモです。あかねちゃんやで。今回からレゴシティ駅前開発機という新企画を始めたいと思います。なんやそれ。いつもと何がちゃうねん。いつもは一つのものを作って紹介して終わりなんですが、今回はどんどん発展していく駅前を毎週紹介するシリーズ企画になります。ようわからんけどとりあえず、これは牛丼屋やな。はい。第1回目はガード下の吉野家と試しに券売機と改札を作ってみました。かなり殺風景やけど、なかなかそれっぽくできてるな。今は基礎板むき出しですが、いずれはタイルを敷いていく予定です。しかし、府中駅から作らん。駅は時間かかりそうだったので、とりあえず駅の一部でもある吉野家になりました。天井はまだないんやな。吉野家の上にはホームに向かう階段が来る予定なので開けてあります。店員用の通路に何か落ちてるな。今拾っているのはセルフサービスの水が入っているピッチャーのつもりです。言われてみれば確かに。他にもカウンターの上には箸の入った箱、紅生姜入れ、メニュー、レジなんかがあります。こっちは厨房やな。なんか、台の上にでかい電気ポットみたいのがあるな。これはポットじゃなくて、自動でご飯を計量して出してくれる機械です。そんなんまで機械化されてるんやな。わかりにくいですが、手前のところに普通の炊飯器も置いてあります。換気扇の下の茶色いとこは、牛丼の具があるとこやな。そうです。よくわかりましたね。で、肝心の牛丼がないんやけど。実はこんな感じで手持ちのパーツで作ったのですが、机に固定できないですし、見た目もしっくりこなかったので、まとめてパーツ発注して作り直す予定です。まあ確かにこの完成度やと納得いかんな。牛丼ができたらお客さんと店員さんも置いて完成にしたいです。気ぃ変わって吉野家ごとなくなってたりしてな。移転なんかはあるかもしれないですけどね。それでは今回はこの辺で、毎週金曜日更新予定です。ご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバイ。マスターがサボってないか監視するためにもチャンネル登録してってな。